はい、今から2月13日近未来会館ということでイリナのネットチェックとってくださった方の名前を呼んでいきたいと思います。はい、まずはイコちゃん、ありがとう。はい、ということで2周年おめでとうございます。わーい、イリナと同じぐらいかな。イリナも還暦に入って、いや、そんなことないな、全然そんなことなかった、1年ちょっとですね。はい、ということで、なんか前も誕生日かなお祝いしたの分からんけど、結構なんかお祝いしたのは覚えてるし、ちょくちょくリコちゃんのお名前も呼ばせてもらってるので、ちょっと久々にお名前呼べて嬉しいです。ということでね、もう2年か、もうちょっとね、なんか長いのかなと思ったりもしつつ、そうそうそう、だけどこうやってお祝いできてめっちゃ嬉しいです。超可愛くデコっちゃったので、楽しみに待っててもらえたらなと思います。ありがとう。はい、お次が梅まー、ありがとう。そしてお誕生日おめでとう。ということで、梅まって2月やったっけ。そう、なんかもうちょっと早かったイメージがあったんやけど、違かったっけ。1月とかそのくらいやった気もするけど、そう言われてなかったから、あ、2月かってなりました。泣いてくれ、めっちゃタイミングよく、あれだね、新衣装と変わるタイミングで対バンもちゃんとその日にあったっていうからさね、お誕生日祝えてめっちゃ嬉しいです。はい、なんかなかなかね、最新すぎて衣装がちょっとなんかまだそわそわしてるんですけどそんな感じでお誕生日お祝いさせてもらったので、楽しみに待っててもらえたらなと思います。ありがとう。はい、次がタルタル、ありがとう。はい、この日もタルタル来てくれたと思うんですけどね、いつも赤い衣装だからさ、ちょっとなんかね、多分タルタルこの日初めて新衣装見たと思うんですけど、なんかすごいめっちゃ褒めてもらって、直接ね、そう、ここが良かったよとか褒めてもらったんやけど、めっちゃ嬉しかったし、なんか結構割とちゃんと見てくれてるやなって思いました。はい、なんでまたいっぱいね、タルタルと会う機会とかは最近結構多くなってきてるけどね、前までだったらさ、ちょくちょくとかやったから喋る機会もその日だけとかやったからね、喋る機会も少なかったんですけど、いっぱいタルタルのこと最近は知れていってるので、これからもっともっとタルタルと同じいろんなポーズしていきたいし、お話していきたいなと思ってるのでね、仲良くしようねということで、席も楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がヤブパパ、ありがとう。はい、ということでね、ヤブパパもね、まだね、新衣装に変わってからてか最近かな、ちょっとまだちょっと会えてないので、早く会いたいなと思いつつ、この衣装にね、早く会いに来てほしいなと思います。多分ね、新衣装だからと思ってね、結構こうやって頼んでくれたのかなと思うんですけど、超可愛いので実際に見て感想とか聞いてもらえたらなと思います。そう、新アルバムも出たということでね、新曲もね、1曲お披露目させてもらったんだけど、またそれもいつか東京でね、お見せできしたいなと思うので、その時またヤブワゴも見てほしいなと思います。イレのパートもちょっと増えたりしてるので、はい、そのところ見てほしいなと思います。なので次も楽しみに待っててください。ありがとう。はい、ということで、イリナのネットチェック買ってくださった皆様、ありがとうございました。それでは、ネクスト。